はい、まず最初に確認をしておきたいんですけども、今日って何か他に取材する用事があったりしたんですか？イベントが特段ないですか？はい、今日毎日新聞の記者の方いらっしゃってます？いらっしゃってない？あ、今日毎日新聞の方いらっしゃるの？いらっしゃるの？あ、そう。なんか問い合わせがあって、なんかすごい都合が悪そうな感じで言われてたので、なんかバッティングしてしまったのかなと思ったんですが、そういうわけではなく、たまたまだった。まあ、お忙しいんだったら E ピース誰でしょうね。 E ピース、エディオンスタジアムです。ああ、そういうこと。私それから今帰ってきたところです。あ、それないか。あ、そう、はい、わかりました。ちなみに今日中国新聞いらっしゃってます？ああ、その後調子はいかがですか？はい、あの、エルス記者はこの前ここでいらっしゃってたようなんですけど、今日はお越しじゃないです。そうですね。なんでですか？同じ場所なんですけど。それはご本人の都合ですか？会社の都合ですか？会社の都合ですよね、さすがに。そうですよね。そういう形で、まあ、今日私の方が。はい。はい。わかりました。ちなみに RCC はお越しですか？ではない。ない、分かりました。じゃあそれ以外で今日は取材ということで承知しました。とまず一番最初に指摘しなければならないのは今日の中国新聞ですよ。皆さんお読みになりました？今議会だよりにおいて問題視しているその内容、同じことを中国新聞がやってますよ。切り抜き二次情報の扱い方は気をつけないといけないの皆さんご存知ですよね。にもかかわらず好き勝手な切り張りによって作文をしよると、それがダメだと今議会だよりに対して言ってるのに、まさに中国新聞がこの記事でやってますよ。認識はありますか？ない。我々は、まあ、記者の方、お名前を伺っておいてよろしいですか？林と申します。ですよね、ここに名前書いてありますね。林純一郎さんですよね。はい、恵比寿記者と連名で書かれてます。これすごいひどい切り抜きだと思うんですけど、そうでもないですか？どういったところでしょうか？じゃあまずそこの解説から始めます。わざわざ表を作ってですね、議会だよりに載ってる内容と実際の議事録、これを対比しているように見せてるんですが、肝心要な部分が落ちてるじゃないですか。どこかそれは分かってやってますよね。意図的に落としてますよね、そこ。前段の前段もですし、この中略のところですよ。この数字だけを私は捉えて議会だよりのまとめ方がおかしいって言ってるんじゃないんですよ。分かりますよね、それ。分かっててやってますよね。ですよね。だからダメだと言ってるんですよ、中国新聞が。記事をまともに書く能力がないんであれば新聞を発行する資格ないですよ。その意味も分かりますよね。もともとの議事録にはこういうふうに書いてあります。私が喋った言葉なんですが、陳情要望活動の実態について聞くということでしたのでお答えします。平成30年度は全部で16件、令和元年度17件、令和2年度に市長が交代する、なのでそこは飛ばします。私が就任してから丸ごとの令和3年度22件、令和4年度今ですが8月までまだ5ヶ月の時点ですが15件でした。これが私の数字を喋った表現です。それに対してこの記事の中で表途中から書いてあります。私が就任してから丸ごとの令和3年度22件、令和4年度今ですが8月までまだ5ヶ月の時点ですが15件でしたと。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのご協力ありがとうございました。この数字だけで意味をなさないのは文脈よりも明らかですよね。先川議員はお前の陳情要望活動が少ないんじゃないかという趣旨で問い正してるわけなんですよ。
なので時系列を追ってその前の市長の時代からカウントして自分の方が多いという数字をここで言ってるんです。なぜ前段を省くんですか。現行の中では増えている状況を説明なかったということをご存知なかったということです。もう一度お願いします。現行の中で増えている状況ということをですね、説明していただいております。それどこの箇所でしたっけ。各年度の、件数という前の方ですか。どの方ですか。あ、就任後に増えている状況などを説明、うん、でもどれぐらい増えているかが分からなかったらそれなりで済ますかもしれないじゃないですか。そこを議論してるんじゃないんですか。数字で言って16、17件から22件で途中経過5ヶ月の時点で15件だったんですよ。2割3割なんなら倍近く増えてる数字なわけじゃないですか。それがこの中で増えている状況などを説明、これ読者がどうやって判断するんですか。一方でここに表を載せ、表の中でうやむやにしますよね。これ読んだ人はなんだそこまではっきり言ってないんじゃないかって読みますよ。はっきり言ってますよね。全く印象が変わってます。この記事がこの表があるせいによってです。続いてその後私が例え話をしてます。これ議事録の通り読みます。本当に申し訳ないんですが必死に勉強して80点っていう横でいや勉強していないけど100点取っちゃいましたみたいな、あえてこれを強調しようと思ったことはないんですが調べてみるとこういう数字になっていましたね。実際の数字この高を今テストの点数使って表現してますよね。80点に対して100点だと。80点と100点ってそれなりの範囲ですか。中国新聞でそういうふうに採点するんですか。一般的にそうしないですよね。一般の方が読者の想定だと思うんですよ。普通読まない読み方をここでさせない方がいいと思います。これが先ほど申し上げた中国新聞のこの記事そのものがまさにうちの議会だよりと同じ過ちを犯しているという点です。ご理解なされましたでしょうか。何か異論反応があればお伺いします。ご意見を受けたまります。何か訂正すべきところがありましたか。こちらからないですか。じゃあ私の主張が正しかったという受け止めで理解してよろしいですか。市長のご意見を伺います。私もちょっとそこは個人中国新聞の判断という形で受け止められるとまたそこはですね難しいところがありますのでご意見を受けたまわってしっかりと分かりました。職場に乗っても議論して、これは今に始まった話ではなくずっと前から支局長が変わってから言い続けてきた点です。この後に及んで何よりも議会代理の不備を指摘しているさなかに同じことをメディアがやってのけてどうするんですか。社会の公器を謳われてるんですよね。中国新聞社はおよそ何恥じてますよこれは。というのが今日この広島県において生じた最も大きな事件だと思います。メディアが公正中立完全見失ってると、もう恣意的な怪文書に近いですよこんなもん、という市としての受け止めをまずお伝えをしています。